月の裏側、地球からは絶対に見えない神秘の世界。その理由は潮汐固定という不思議な現象によるもので、月が地球の周りを回る速さと自分の周りを回る速さが同じだから、いつも同じ面が地球側を向いているの。そんな月の裏側には表側と全然違う3つの驚きの特徴があるんだよ。月の海がほとんどない。表側にある黒っぽい場所は月の海って呼ばれる溶岩の跡なんだけど、裏側にはほとんど見当たらなくて、まるで別の星みたいな景色なの。地殻が超熱い。表側より約 15km も厚くて、これが不思議な温度差を生んでいるんだよ。クレーターだらけ。表側の3倍以上もクレーターがあってボコボコ。地球との重力的な影響で月の表側に比べて裏側には小天体が衝突しやすかったためと考えられているよ。人類が初めて月の裏側を見たのは1959年、ソ連の探査機ルナ3号が撮影に成功したの。それまで誰も見たことがない景色だったんだよ。月の裏側の秘密、実はまだまだ謎がいっぱい。